じゃあ、金病部事件。中森明菜さんとの金病部事件。あの時を現在にして、ラバーズブリッジ法っていうのを見ますね。当時のマッチの気持ち、明菜さんの気持ち、状況、ご縁、そういうのがどうだったのかっていうのに、ズバッと切り込みます。はい、金病部事件のところに時を戻します。 はい。ズバッと出ました。もうね、ご縁。これがご縁なんですよ、お二人の。二人を繋ぐ。これが、アキナさんで、これがマッチ。で、お二人のご縁が死神って出ちゃったのね。なので、もう、終わるご縁ではあったんだろうなって思います。そして、 マッチの方が、その金病部事件がここだとして、過去はタワーを背景に皇帝、タワー、なんか喧嘩とかトラブルとか、その金病部の前にも何かあったんだと思う。それを背景に皇帝なので、中森明菜さんに対してはちゃんと責任をも取ろうと思ってた皇帝のカードを持ってたみたいで、その金病部事件の時も法王なので、 俺が責任を持ちますみたいな、そういう気持ちなんですよね。なので、マッチは結婚してしようとちゃんと考えてたんじゃないかなって思います。だけど、アキナさんの方が超不安定なのね。過去の方が忍者の逆を背景に力の逆なので、もうめっちゃ病んでるんですよ。病みまくってこう、ネガティブになって暗く自分の中に引きこもって、なんだろう。 自分のエネルギーをうまく使えない、発散できないとか、どうもね、自分のこの感情を上手にコントロールできてないみたいなのが過去にあって、そしてその金病部事件の時が、えー、節制の逆なので自分をコントロールできませんでした。だこれも病んでしまうみたいなカードなんだけれど、だ病んでるみたいなのが全体的に漂ってるんですね。で、その金病部の後、 今度逆転するんですよ。今度マッチの方が、えー、恋人の逆を背景につき、これはもう他に好きな人ができちゃうとか、もしくはもう,もうそのまんまお二人のね、仲がもう悪くなっちゃう。それを背景にもう不安混沌、先が見えない状態になってしまったマッチが。で、アキナさんの方がさらに愛が強まったのかな。もう私は結婚しますみたいな女帝のカードが出て、 女帝を背景に戦車なので、もう私は結婚したい、もう子供が欲しいみたいな、なんかね、そんな深い愛情みたいな女性らしさ、女性的な愛情を背景に、めちゃめちゃ、こう、突き進んだ形跡が見られるかなっていう感じがします。ここで諦めてたんじゃなくて。だけれど、二人の縁は終わるご縁で、どうしたら良かったのか、対策とか注意点が審判なので、 注意点だとすると再起不能を後悔することにならないようにねで、えー。対策だとすると、ちゃんともう決意をしなさい。審判のカードは決意をするとか再会とか再生っていう意味なんですけれど、マッチがここでもう結婚するとかしちゃえば終わることもなかったのかなっていうのは思いますけれども、ね、まあ終わり、どうだったんだろうね。 まあ結婚していたら、それはそれでどうだったんだろうっていうのは思うけど、見てみようか。もし二人が結婚してたら幸せでしたかタロットさん。 じゃあ、マッチから聞くね。もし結婚してたらマッチは幸せだった釣り人の逆。これはね、報われない努力。なんか、報われない愛情みたいな感じなんですね。頑張っても頑張っても、努力しても、全部無駄に終わっちゃうみたいな。虚し、い報われない愛情なんですよ。なので、マッチにとっては結婚しない方が良かったかな。うん、どうしたら良かったか。対策、注意点が正義。うん。じゃあ、アキナさんは結婚したらどうだった幸せだった はい、ズバリ。アキナさんは結婚したら幸せだったでしょうかアキナさんは結婚した方が幸せだったみたい。頬のカードが出た。やったらと頬出るね、マッチに対して。優しさ、寛容さ、頼れる、おじいちゃん的な。なんでおじいちゃん的なのかわかんないけど、アキナさんにとっては、どうなのアキナさんってこう、家庭環境がなんか悪かったとか、そんな感じどうなんだろうな。あー。 アキナさんは結婚した方が幸せだったみたい。でも、マッチにとっては不幸な感じになりそうだったから。まあね、難しいところですね。じゃあ、中森アキナさん、今後復活することはありますか歌姫として、歌手として芸能界復帰することはありますかはい、ズバリ。アキナさんは芸能界復帰することはありますかじゃん。いいんじゃ。 難しいカード。忍者は、こう、暗闇の中で内省してるんですね。不可能を可能にする超人なんですけれども、あの、暗闇の中でじーっと、今ね、自問自答してるんですね。私は、また歌うべきなのか、表に立つべきなのか、いや、こやめておくべきなのか、みたいな、めちゃめちゃ今考えております。なので、イエスノーって、はっきり、 答えられない感じ。めっちゃ考えてるっていう感じです。だご本人にもまだわからない。どうしようみたいな。ね、これが例えば太陽とか星とか、ね、戦車とかなんか明るいやる気のあるカードだと、あ、やるなっていう感じだけど、忍者はね、めっちゃ考えてますね、今。すっごい勢いで考えてます、聡明に。うん、頭をフル回転させて。どうしたらいいか。注意点。 対策にタワーが出たので、復帰すると、また病気になったり、なんかトラブルに巻き込まれたり、悪いことになるかもよっていう、あんまり良くないカードが出てしまったので、そうだなぁ。まあ、占い師として、もし、アキナさんに私は復帰した方がいいですかどうですかって聞かれたら、 体には十分気をつけてね。体と心の健康、そして周りの人間関係とか、かなり気をつけて、その上ならまあいいかな。それがちょっと無理そうだったらやめといた方がいいかなっていう答えを言うかな。はい。じゃあ中森明菜さんの今後も占おうね。今後一年くらいの運勢。何をなさっているのかわからないんですけれども、全くわからない状態ですが、占います。 はい。ズバッと出ました。このね、近い、過去、現在、近い将来がすっごく悪いのね。だけど、立場とか環境はいいんだ。うん。まず、過去が太陽の逆なので、もう最終、あの、最悪、決定的にすごい悪いことがありました。芸能界で確かにね、辛いことありましたね。うん。そして、現在の状況は死神を背景に審判の逆。現在、 何にもしてないのかな完全に止まっちゃってますね。停止してる。それを背景に、審判の逆、再起不能とか後悔するとか、もうね、ちょっと手遅れ気味みたいな、かなり大変な状況に今なってそう、このコンボは。でも、気持ちは焦ってるのかな気持ちは先走って 潜在意識は戦車なので、すごいやる気。私はやらなきゃ、みたいな焦りもあるし、潜在意識は女強皇なので、なんか戦略的にこうやって出ていったらいいのかしら、みたいなところを考えてる、みたいな。だけど体と心は動かないみたいな、そういう状況かな。で、近い将来、法王の逆なので、まあ、仕事だとすると、これはね、協力者がいなくて孤立しちゃうみたいな状況なんですね。なので、そうねー。 何かやろうと思っても誰も協力者が今のところいなくて寂しい感じになりそう。で、アキナさんの立場が運命の輪を背景に肯定なんですね。なので、こうすごく運命的とか、 タイミングよく、良いパートナーとかいるんじゃないでしょうかね、今。結婚してるかどうかは知らないですけれど、結婚に至ってるかわかんないけれど、旦那さんなのか、彼氏なのか、パートナーなのか、なんかそんな頼もしい存在はいそうです、近くに。で、アキさんを取り巻く環境とかどう思われてるかっていうのもマジシャンなので、うん、彼女の創作とか、なんか歌おうとかね、なんかそう思えばいつでもできるような環境はありそう。 だけど、えー、可能性が節制の逆なので、また病んじゃいそうなのをね、秘めてますね。こう、不安定さっていうかね。で、もう最終結論が力なので、これいいですね。戦車に近い。目標を定めて自分の力でぐいぐい進んでいくっていう感じが見られるので、この一年の生活全般というか、 なんか、半年、3ヶ月から半年くらいはちょっときつい時が続きそうだけど、その先、ね、例えばアフターコロナなのか、なんかそういう、ね、なんかいろいろスッキリした後には、こう、また力強くちょっと目標を持って何かに取り組み始めるんじゃないかなって思いました。で、対策、えー、注意点が世界なんですね。何かを完成させる。 何かを完成させなさいってタロットさん言ってるのか、もしくは、うん、中途半端未完成にならないようにね、あなたの人生で完成させるべきものは何ですか、その、歌うことなのか、それともマッチとのその過去の事件のことをもう精算して、自分の中でこう、ね、ストンとこう、整理して、どこかいい落としどころに落としても、整理をつけなさいって、 もう完結させなさい、そのことは、過去のこととして、みたいな、そう言っているのか、ちょっと意味深なカードですね、世界のカード。はい、ということで、えー、近藤正彦さんを占おうと思ったら、思いのほか中森明菜さんのこともいっぱい占っちゃいました。はい、ということで、マッチと中森明菜さん、金病風事件の真相は、みたいな、そして中森明菜さんの現在は、みたいなね。 これからは、みたいなのを占いました。いかがだったでしょうかはい、じゃんけんいくよー。たまーきじゃんけんじゃんけんぽいチョキなので、空の人の勝ちです。じゃあね、バイバーイ。